家で見直し。おファイナリストライブ、ありがとうございます。ファイナリストライブは泣けるよ。あれはナナさんとモエカちゃんのユニット曲は、まあ、何回でも聴きたい。あれはもうやばい何回でも聴きたい。からのチュリさんの、そう、青春の宝石、何回も聴きたい。ミサンが作り終わった、イエーイミサンがちゃんと期間までに、やらんといけん期間までに終わりました。よかったです。ヨガだ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 。おぎゅうかさんよろしくって言ってて、どういうことどういうことショールームしてたんですか。ファイナリストライブファイナリストライブ、ユニットめっちゃよかった。ひなちゃんとのユニットね、あれはびっくりあれは本当に、あそこまでね、あれはよかったって言ってくださるとは思ってなかったけど嬉しいそう本当に、あのね、なんていうか、ファンレターにもね、いっぱいね、そう、ファイナリストライブではライオンがやっぱり印象に残りましたって書いてくださってて、たくさんいただきまして、そう、ありがとうございます。本当に全部読んだよありがとうございます。いやー、あれはびっくりしたね本当に。そう、逆に申し訳ないぐらいだよ本当。だってさ、そんなさ、ライオン好きじゃなくてあのマクロスフロンティアのアニメのファンの方がね、そんなおるとは思ってなかったからさびっくり、そんなに良かったって言っていただけるとは。だってアリサ全然知らないもん。そう、本当にマクロスのアニメめっちゃ好きでから、そう、その主題歌がめっちゃ好きだから選びましたってわけじゃないから、たまたま出会っちゃったやんかっこいいやろ。そう、たまたま出会ってから、なんやこの曲めっちゃいいやんと思ってから書いたら採用されたってだけだから、本当にびっくりしました。申し訳ないねそう、アニメも見たことないけど歌ったもんそう、でもあの曲は名曲やと思った。アリサは一回初めて聴いた瞬間からもうこれは神って思って、おろー、すげえいい曲って思って、そう、やっぱ私はの耳は間違ってなかった間違ってなかったよかった。ももかちゃんハートありがとう。うん、誰と歌い、そう、歌いユニット2人ユニットあるんですけど、歌いたい曲と、あの、歌いたい人を書いてくださいみたいなアンケートが来るんよね。そう、それに書いた。で、ひのちゃんを指名したのを私そう、本当にね、そう、普通にね、ファイナリストライブで、何、8人集まって二人きりで歌えるんやったらもう神やから、そうね、どのメンバーさんとでも嬉しいんですけど、そう、私が指名させていただきましていやー、まさか採用されるとは思わんやん、びっくりしたよ。ダイナソーモテオありがとう、モテオ。そうこう、よかった、本当。なんかランカちゃんが可愛い系で、シェリルちゃんだけ誰やったっけ、もう一人のかな、かっこいい系の声じゃないですか。だからひのちゃんがいいかなと思って、あと魂のルフランを、そう、ひのちゃん歌ってたから、あー、これもアニメの主題歌やけ、なんか良さそうやな、合いそうやなと思って
選ばせていただきました。母さんいいねありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ナイス、ちょっと嬉しい、嬉ぴー。アニメ見てないよ。そう、見たことない。そう、マクロスフロンティア。どこで見れる？もう今見れる？Hulu とかで見れるんかな？マクロスフロンティア。セクシー担当なんや。ふう。なるほどね。命を選んだアリサネは本当ありがとうございます。ありがとうございます。